辻元清美。岸田新総裁は、安倍さん、麻生さんの背後霊が見える、に呆れの声。内容はこちら。辻元清美が意味不明なことを言ってしまったようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。立憲民主党副代表の辻元清美議員が30日、TBS 系昼帯に生出演。自民党の新総裁となった岸田文雄氏について、特技は人の話をよく聞くこととしていることに、総統麻生さん、安倍さんの話をよく聞かれたのかなという印象を受けたと語った。また、今後発表される党内人事にも注目しており、人事が 3A 支配になるのか、この人たちと二階さんたちの対立があったから権力移行しただけで、この 3A の復権に岸田さんが乗ってるだけなら何も変わらない。むしろ元に戻っちゃったかなと。個人的な印象ですよ、と安倍氏、麻生氏、甘利氏を称した 3A という言葉を使って説明。また、安倍さん、麻生さんの背後霊が見えるから、決められない男のイメージもある、とも語っていた。すいません。安倍さんも麻生さんも現役バリバリで生きてますけど。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。安倍、麻生両氏ともにご存命です。比喩表現とはいえさすがに失礼。安倍さん、麻生さん、いつの間にか亡くなっている。いた子のおばちゃん、なんか言うとるで。辻元清美は、いた子か何かですか？次はこちら。こんな人が国会議員とは呆れる。安倍前総理も麻生大臣も現役だし、辻元清美氏より仕事してるよ。こんなアホもいるのに、野党第一党が立民という悲しい事実。こいつに税金流れてると思ったら、腹が立って仕方ない。これが野党第一党の副代表の発言ですからね。あまりにもレベルが低すぎますよ。次はこちら。また切り取りかと思ったら、ちゃんと不謹慎だった。これ性別が逆だったら大炎上しただろうな。普通にやべえやつ。そんな責めんといて。あたし、へこたれへん。不謹慎極まりない辻元清美の暴言。許せますか？最後はこちら。ついに幻覚が見え始めたのか。お前の背後には中間が見えるわ。霊能力者やったんか清美。国会議員辞めて霊能者への転身を勧めします。辻元清美には本気で霊能者への道をお勧めします。結論。よくも地上波テレビで安倍さん、麻生さんの背後霊が見えるなんて言えましたよね。信じられませんよ。でも、辻元清美って、やはり今も安倍川症候群に悩まされているのでしょうね。何かあれば、すぐに安倍ですからね。いい加減、安倍元総理への執着を取り払うべきです。霊能者のところに行けば、取り払ってもらえるかもしれませんよ。辻元さん。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。